気象庁によりますと、福島県の相馬港で午後3時50分に7メートル30センチ以上の揺れが観測されています。津波が観測されています。これは現在地震発生時の NHK 仙台放送局内の様子です。立っていられないほどの揺れでした。棚から物が激しく落ちて建物が大きく揺れました。3分ほど揺れは続きました。 NHK 仙台放送局のニュースフロアにある照明機材、天井に吊り下げられているものの、そのカバーが外れて下に落ちて砕ける被害がありました。一時こうして電気も消えました。